こんにちは、青山聡太です。今回のボルダリング動画ですが、ちょっと日にちが空いてしまったので、今回は5級から始めて、1級初段と徐々に難易度を上げていこうかなと思っております。怪我なく無理なくやっていって、調子が良ければその上にも、チャレンジしていけたらなと思っております。5級ピンクホールド、5級とか4級の課題はちょっとまだほぐれてないだろうから、スラブ課題を中心にやっていこうと思いました。いきなりねがっつりやっちゃうと大変なことになってしまう。5級黄色ホール、時間も空いたっていうのもありますし、体の動かし方を思い出しながら動きですね。4級黒ホール、やっぱりね、1週間2週間空いちゃうと体の使い方を忘れてしまうので、頭で分かっているんだけど体がついてこないってことがよくあるので、この5級4級の課題でそこの誤差を埋めるという、そんな感じですね。4級オレンジホールド、この課題はね結構楽しみです。あの左のでかいホールドをどんどん上がっていく感じですね。塩かけて徐々に上がって3級ピンクホール、3級からちょっと傾斜をつけた課題をやっていこうかなと思ってました。だけどまだねホールドががっつりつかめるので、ここもまだまだアップな感じではありません。3級オレンジホール、この課題も一個一個のホールドがめちゃめちゃつかみやすかったので、右左の手順を間違えないようにしっかりとオブザベーションしながらの登りですね。一歩間違ったら本当にそこで詰んでしまうので、やる前は必ずオブザベーションです。2級黒ホールで、さっき言ったオブザベーションがちゃんとできた上で、頭と体が合致してないとこんな風に変なムーブになってしまいます。ここも落とせてはいるんだけど、変なムーブですね。2級紫ホール、確かにこの課題もねムーブがねそんなうまくなかったと思います。ここも無理やりだもん。頭と体が合致してないのが良くないんですよ。もっと言うと、頭で考えてなくても体が勝手に動いてるぐらいがいいと思うんですよ。1級白ホール、でもそれをね1週間2週間置いちゃうと
それがね忘れてしまうというか体の動き方を忘れてしまうのでまた一からやり直しの作業みたいな感じになるんですよ。多分それがジムの方が言ってるあんまり上達しないっていうことなんでしょう。この辺もちょっと無理やりかな。ちょっとずっとやっていったらこの同じ課題をやってても全然違う動きだったと思います。一球緑ホール、ま、とは言いつつ体も慣れてきたのであここはヒールフックだなとか、ま、ここはニーバーをやった方が楽だろうなっていうのが分かってきたので、ま、この辺で徐々に体が慣れてきたという感じなんでしょうかね。初段白ホールここから初段の課題になります。慣れてきたかな。ここがちょっと厳しいんだけどこの右足の挟むこの挟むことによって体が安定したので次に出ました。こういうところがこうなんていうんですかね、体が勝手に反応してくれてるっていうのがいいんですね。ただこの右足左足の置き換えこれ無駄でしたね。とはいえ初段を一撃でクリア。このジムの初段課題が一撃で落とせるようになってきました。続いて初段オレンジホールド。左もちょっと、もしかしたら違うウェーブなのかもしれない。もうちょっと左側にちょっと反省とは言いながらもこの課題も一撃でクリア。ちょっと2段の課題にチャレンジしたいと思います。2段白ホール全然ダメでしたね。ただ油断だったのでしっかり今度は掴んで左、これはね思った以上に辛いんですよ。ここがやっぱりね2段の壁はだいぶまだまだ高いですけどちょっとやってみようと思って続けてます。あそこが取れればあるいはと思ってこの辺が掴みやすいと確認してる感じですね。掴めたんですけどこの右足の置き方が違うんですよね。あそこじゃないんですよ。思った以上にやられてるのでよれちゃってますね。2段青ホールドちょっと課題を変えてもう1個2段をやってみたいなと思ったのでちょっとやってみますがここはねいけそうでいけないんですよね。またこの足がねうまくかからないというかやり方が違うのかもしれないです。あとよれてるっていうのもあるので今回は諦めました。完全によれてしまったので球を落としつつクールダウンをしつついくつかの課題をやって今回は終わりにしたいと思います。まあやっぱり時間が空いてしまうと体も頭も忘れてしまうので良くないなと思うんですがとはいえ初段の課題を
一撃で落とせるようにもなってきたので、まあ、継続しつつ、今回落とせなかった2段の課題を落とせるように、まだこの課題はしばらくあるみたいなので、セットチェンジされるまでには2段の課題を落とせるよう頑張っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、その様子も見ていただけたらなと思っております。まあ、徐々にではあるんですけども、上達しているので応援し続けていただければなと思っております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。